大崎市の工場でインドネシア人技能実習生を不法就労させた疑いで茨城県の人材派遣会社の社長の男が逮捕されました不法就労助長の疑いで逮捕されたのは茨城県坂東市の人材派遣会社社長の鈴木達也容疑者61歳です警察によりますと鈴木容疑者は 今年8月から10月にかけて、在留期限が過ぎているなどしたインドネシア人技能実習生4人を大崎市の工場に派遣し、不法就労をさせた疑いが持たれています。鈴木容疑者は、不法滞在の外国人と知りつつも就労をさせていたという趣旨の供述をしていて、容疑を認めているということです。また、技能実習生4人は、 偽造された在留カードを所持していたなどの疑いですでに逮捕されていて捜査の過程で鈴木容疑者の容疑が発覚したということです。